夫。私ひらめきました。イベリスのハッキングコードを使って脱出してみます。これでもう手加減は必要ない。まだその新しい見た目に慣れてなくて、でもすぐに違和感もなくなりますよね。ええ、リリー、きっとすぐ慣れる。今日はいろいろありすぎて疲れました。でも大変なのはこれから。テトラポッドに戻りましょう。星が瞬く夜、星明かりが天体を照らしてきらめいている。未来を見通すのは果てなき空の中から一つの星を見つけ出すようなものです。私は人類の未来に尽くすだけ。ただ未来が私を受け入れる保証はどこにもない。それでも私は父のため決して諦めない。この私を生み出し知恵を授けた今は亡き父のため、イーブ、あなたこそが未来なのか私は確かめに来たのです。マザー、スフィア、はじめまして、イブ、それにリリー。本当にあなたは期待以上の成果を上げてくれました。
ただ最後の決断だけは残念でしたけど、感謝はしています。待ってください、何の話をしてるんです？イブプロトコルはこれにて完了です。これがあなたの望む未来、それなら私も受けて立つまで。来なさい、相手を。Maybe our only chance to survive.